ニーステタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル軍に属す、町村であり、カッセル及び、ニーダーザクセン州南端と直接境を接している。自治体としてのニーステタールは、ハイリゲンドーデ地区とザンダースハウゼン地区からなる。この町は、カウフンゲンの森の西に位置し、ニーステ川が町内を流れている。ニーステ川は、ザンダースハウゼン地区で古田川に合流する。 東から西に向かって流れるロッセ川がハイリゲンローでの南境界を形成する。連邦アウトバーン A7 号線がニーステタールの町の2つの地区を隔てている。ニーステタールは北はシュタウフェンベルク、東はニーステ、南はカウフンゲン、西は軍独立市のカッセルと境を接している。入り限道では1123年5月8日。 ザンダースハウゼンは1167年に初めて文献に記録されている。この二つの村はカウフンゲン修道院の尽力により建設された。この修道院は1123年頃にこの地域の開墾を行い、これによりいくつかの開墾村が形成された。入り言動でもその一つに数えられる。ザンダースハウゼンは1167年にサンドレツヒューソンという表記で、 初めて記録されている。この名は、カウフンゲン修道院に委託された、修道士ザントラートにちなんで名付けられた。その定住地は、現在のプロテスタント教会の近くであった。独立した自治体であったハイリゲンドーデとザンダースハウゼンは、1972年8月1日に、合併した。衰退した村ウムバッハは、現在では忘れ去られており、 この廃村に関しては曖昧な情報しか残されていない。ニーステタールの町議会は31議席からなる。地域再編に伴う1972年のハイリゲンローデとザンダースハウゼンとの合併後のニーステタール町長は以下の通りである。アンドレアス・ジーベルトは2006年6月11日の選挙で新しい町長に選出され10月12日に 就任した。ニーステタールプロテスタント協会組織は、ニーステタール町と共同で室内学シリーズを開催している。コンサートは、ザンダースハウゼンの公民館ホールで週に何度も行われている。ニーステタールの2大スポーツクラブが、ハイリゲンローで地区の TSV1892、ハイリゲンローデ EV とザンダースハウゼン地区の TSG1889、ザンダースハウゼン。 EV で数多くの種目が用意され、幅広くスポーツの機会を提供している。サッカー部門では両クラブはしばしば協力し合っている。これにより、普通では選手不足のために出場できないジュニア大会に JSG ニーステタールのクラブ名で出場している。プールとヨ科施設2001年5月、ニーステタールは自然密着型のプールをオープンさせた。 このプールはエコロジーの露化装置で浄化されている。かつては回収の必要があった野外プールから設立されたこのニーステタール自然体験プールは自然部分の他に多くのアトラクションを備えている。自然体験プールのほかザンダースハウゼンのビヒテルブルンネンバートやハイリゲンドウでの公園施設が多くの魅力的な余暇の機会を提供している。スポーツ施設スポーツ活動のために 多くのスポーツ施設が設けられている。クラブ、サークル活動、アーレブルスト SMA ソーラーテクノロジーひなびた、田舎ではあるが、この町では、農業は重要な産業ではない。ニーステタールには、約4950人の職場がある。就業者の2、3は、ニーステタールに通勤している。この町最大の雇用主は、ザンダースハウゼン地区にあり、従業員。 総数5000以上の企業である s m a ソーラー、テクノロジーである。ニーステタールは、連邦アウトバーン A7 号線に直接面しており、アウトバーン網に直結している。バス路線がカッセルとの間を結んでいる。2007年12月10日から、平日の9時から20時及び土曜日の9時から16時までの間、無料の公営バスニーステタールエクスプレスが1時間ごとに、 両畜間を運行している。ニーステタールはすべての住民に対してこうした公共サービスを提供している数少ない町の一つである。ニーステタールには各地区ごとに1校、合計2校の基礎家庭学校と配備元老でに総合学校がある。これよりも上級の学校や専門教育には隣接するカッセルに通学する。カッセル大学へは 公共交通機関で15分、自家用車ならば10分で通うことができる。両地区の中間には町営図書館があり、自動書、小説、実用書を含め約3万3千冊の蔵書を有している。ありがとうございます。